はい、狭山空編です、このですね、ホテルナビオス横浜に泊まってきました。ここからですね、歩いてですね、ちょっとワールドポーターズぐるっと散策したいと思います。ワールドポーターズがですね、今ここにあるですね、建物がワールドポーターズでございます。これですね、これワールドポーターズ でこのホテルに泊まったんですよ、私。このホテルですね、朝食も美味しかったですね。こんな感じですね。これちょワールドポーターズっていうのはですね、旧マイカルなんで、ちょっとこれをですね、ぐるっと一周散策したいと思います。行きます。怒りがありますね、怒りがあります。これワールドポーターズですね。ちょっとこれはですね、取んなきゃね、このマイカル店舗を回ってるバームクーヘンとしてはですね、納得がいかないので、これはですね、ちょっとホテルのですね、宿泊のですね、建物の中からはちょっとですね、角度が悪い感じで撮ってましたんで、ちょっとですね、ここをぐるっと回りたいと思いますね。ワールドポーターズを回ります。ちょっと所要でこちら来たんでですね、ちょっと中華街の方までですね、もしよければあれ足を伸ばしたいなとは思っておりますけども、これワールドポーターズのですね、これが目の前の、ちょっとこれまっすぐ行って、あらこんな感じですね。イオンシネマがこれ入ってますね。もともとワーナーマイカルシネマズでしたけどね、ワールドポーターズ、これは真正面なのかな、はっきり分かんないですけども、ワールドポーターズ、ぐるっと回ると結構なですね、時間かかりそうなんですよね。まあでもちょっとそこはやっぱ自分としてはですね、納得いくような感じでちょっとやりたいと思うので、ちょっとぐるっとこっちの方行きますか。これあ、これかっちょいいな、この、ランドマークタワーがあって、このゴンドラで船ありますね。ずっとこれが進んでますね。ランドマークタワーがあってこの感じですね。でワールドポーターズがここにあると。でこれですね、500円、あ、すみません、失礼します、1000円で、桜木町駅までですね、5分で行けるみたいです。でちょっと桜木町の方行かないで関内とかですね、そっちの方今日行くので、ちょっとこれはちょっと今日はちょっと乗らないですけども、こんな感じでございます。ワールドポーターズこんな感じでありますんで、ちょっとまたぐるっと回っていきたいと思います。ワールドポーターズこれは結構ですね、レアですね。ちょっとぐるっと回りましょう。ビブレっていうのがやっぱいいですね。マイカルのまんまですよ、このビブレ。当時のマイカルを彷彿させるですね。これは完璧ですわ。ビブレ、イオンって書いてある、あれは、マイカルだったんですね。多分イオンって貼ってあるところはですね、もともとマイカルって貼ってあったと思われます。はい、ワールドポーターズちょっとぐるっと回りましょう。でそこのコスモワールドの観覧車ですね、コスモワールドの観覧車、今日ですね、ちょっとですね、時刻がですね、今、観覧車のところ出てますけど、9時
59分になりました。もう10時なんですけど、めちゃくちゃ暑いですね、今。めちゃくちゃ暑い。で、そこがですね、コンチネンタルホテルってみんなが憧れるホテルですね。若い人のカップルとか、この三角のですね、ホテルですけどね。で、ございますね。で、横浜ワールドポーターズ。横浜ワールドポーターズはちょっとぐるっと回りますよ。こんな感じでですね。ビブレって書いてありますね。はい。あっち、日がすげえ。ビブレ。ビブレですね。ワールドポーターズ。これはかっちょいいな、マジで。これが、ちょっとこれ、当たんなきゃダメかな。当たんなくてもいいかな。ちょうど10時になりましたね。コスモワールドですけども、ちょっと逆光になってんな、これ。逆光になってんな。まあしゃあねえ。これ真正面ですね。逆光になってますけど、このまま当たりますか。ちょっとこう行きますかね。あっちいいな、マジで。ワールドポーターズがこんな感じであります。ちょっとぐるっと回らせてください。自己満足なんで、皆さんはスルーしちゃって大丈夫なんで。全然これですね、前回来た時はちょっとぐるっとちょっと回んなかったと思うんで、ちょっとせっかくなんでちょっと回りたいと思います。ちょっとすいません。一旦ですね、ちょっと申し訳ないですけども、ちょっと上着がですね、あまりにも暑いので、ちょっと、上着をちょっとですね、ジャケットを、ちょっと、脱ぎました。すいませんね。ガタガタしちゃって。申し訳ございません。ちょっとですね、グラグラしちゃって、本当大変申し訳ございません。見にくくて。ワールドポーターズのちょっと裏側なんですけども、このままちょっとぐるっと一周したいと思いますけども、ちょっとグラグラしちゃってすいませんか。よいしょ、よいしょ。グラグラしてすいません。グラグラしてすいません。駐車場がありますね。ワールドポーターズの駐車場ですね。ワールドポーターズの駐車場。それで、赤レンガ倉庫ありますね。赤レンガ倉庫あります。これワールドポーターズの駐車場なんで、ちょっと、回りますけども、
立体駐車場みたいな感じでですね、ありまして、ワールドポーターズ、これワールドポーターズですね。これぐるっとしたらもう終了したいと思います。ここですね、私が泊まってたホテル、ラビナスっていうホテルですけども、そこのところですね、ちょっとこっち向きで撮りますか。これがですね、私が泊まってたホテルですね、ラビナスというですねホテルですけども、ここがザ・ワールドポーターズの真正面ですけど、ちょっとこれで撮ってゴールにしましょうか。こんな感じで、はい、9枚からのワールドポーターズでございました。はい、じゃあこれでちょっとぐるっと回りましたんで、これでランドマークタワーがありますね。ありがとうございます。さっきのちょっと続きですけどね、これラビオス横浜っていうホテルに泊まりました。でこの目の前がワールドポーターズですね。はい、ちょっとワールドポーターズはですね、こういうなんか若者にターゲットを置いたですね、重きを置いた店舗構想ですね、前からの中ではですね、まあ、今イオンになってますけども、そういう感じのちょっとですね、ちょっと感じで作られている店舗でございますね。ワールドポーターズっていう感じで上に見えております。これも本当に、横浜みなとみらいのですね、雰囲気が感じられるところですね。私が泊まったラビナスと一緒に並んでる形ですね。よく見えました。部屋からですね。はい。では、ちょっとおまけのですね、ワールドポーターズと、あとホテルですね。おりました。ありがとうございました。はい、今ですね、ランドマークタワーが中心で、右側がワールドポーターズ、旧マイカル、今イオンですね。で、左側には私が宿泊したナビオス、横浜のホテルがあります。これでですね、横浜のですね、赤レンガ倉庫の前から撮っております。はい、ありがとうございます。